こんばんは。こんばんは。本日も、あ、こっち行こう。こっちに行ったらね、サイン渡しやすい。こんばんは。本日もサイン会よろしくお願いします。早速やっていく。まず、リーチさん、今回のね絵柄はねこんな感じ。マジさ、この生写真撮った日めっちゃいいわ、漏れとる全部。これあれよ、あの時に撮ったんよ。私多分舞台かなんかでみんなと一緒のタイミングで撮れんくって。あ、次は佐藤内さん。この服のリアル、あ、幕張で撮ったんよ私これ。幕張の裏になんかセットみたいな組んでくださって、そこで撮りました。佐藤氏さん、ありがとう。あ、いる、ありがとう、ありがとう。3月頃か。あ、そうだね、そんぐらい、そんぐらい。みんなが生誕のバーってやつやってくれた時の。お次は、ななみさん。ななみちゃん、ななみさん、ありがとう、ありがとう。たくさんお話しできて嬉しかったよ。ツインテール楽しみしてる。ツインテールまたします。ありがとう、ななみちゃん。お次は、小宮山さん。そう、お誕生日おめでとう。次は小宮山さんです。失礼しました。うわ、待って、ほんまに何が痛いって、くしゃみした時が一番背中痛い。待って、さっきスタッフさんに背中大丈夫って言われて、あ、もう結構大丈夫になってきましたって言って、こうやってくるくるしてたの。今のでめっちゃぶり返した。うーん、やめてくれよ。お次はメタボさん。やばい、めっちゃ痛くなった。もうやめてよ、本当に。もう、あ、もうほら、メボって書いちゃった、間違えて。メタボさん、メタボさん、ありがとう。悔しいです、早く治ってほしいです。次はみゆさん。くしゃみの時は背中壁とかに押し合ってた方がいいよ。分かった、じゃあ次は、次くしゃみ出そうになったら一旦離脱します。そう、はい、呼びました、呼んだよ。みゆさん、ありがとう。今日も幸せでしたね。こちらこそ本当に皆さんありがとう。次は、高藤さん。何があろうと一日は終わるんだと。高藤さん、ありがとう。つかさんの話し会ありがとうね。めっちゃ楽しかったね。いっぱい話せて嬉しかった。ありがとう。お次は、つくねさん。つくねさん、ありがとう。
三層のラーメン食べたよ。おお、私がこの前お父さんと行ってたとこ、美味しいよね。うまうま。あ、次はトカさん。トカさん、ありがとうございます。テンクス。あ、次は哲也さん。哲也さん、ありがとう。お次はユッキーさん、5枚ありがとうございます。ユッキーさん、やっぱ私、あ、わーいわーいやっぱ私ゆって書くの好きだわ。私たまちょこちょこ言ってますよねサイン会とかで。前髪かわいい、嬉しい。そう、前髪切った昨日、なんか全然切るつもりじゃなかったんだけど、お風呂入る前になんか鏡の前で見たったらなんか切りたくなって切りました。ごめん。なんかさ、あんまり別にパッツンにしようと思って切ったわけじゃなかったんだけど、切ってみたら結構パッツンもう両方できる感じになったからパッツンにしました。今日はもう食べる、できた。ユッキーさん5枚ありがとう。もう私前髪自分で切るとき結構超大胆にバッバッって切るんですよ。もうどうせ伸びるし巻いたらなんとかなるわと思って切るんだけど、でもの割には毎回うまいんだよありがとう、はい、ありがとう。次は、疾風の貴公子さん、ありがたよ。疾風の貴公子さん、ちゃんちゃんちゃん、ありがとう。漢字よくてごめんね、大切にします。うん、もう漢字ドリルありがたいです、ありがとう。今日お話し会してもらってありがとうねえ、嬉しかったです。たくさん来てくれてサインもたくさんありがとう。マジでやりたいこの曲。疾風の貴公子さん3枚ありがとう。イエイ、感謝です。お次はたかしさん、
橋さんありがとう。次はおかゆさん。おかゆさんありがとう。ありがとう、こんばんは。こんばんは。お次はブルーさん。おブルーさん、ブルーさんありがとう。お次は石田トールさん。じゃん、石田トールさんありがとう。昨日の再会ぶりです。4月の再会の街に京都来ました。うん、嬉しい。なんかさ、届いたってたくさんの方がさ報告してくれて嬉しかった。会場ありがとうございます。6月11日の話し会立ちます。うん、楽しみ。お次はユージーさん。ユージーさんありがとう。お次はまさひろさん。まさひろさんありがとう。あ、サインありがとうございます。こちらこそ。かわいい写真とサインありがとう。ありがとう。そう、写真この日の写りとても好き。オフショット終わるけんまた載せます。次は戦国さん。戦国さんありがとう。次は怪盗キッドさん。今年のさ、コナンの映画見たいってずっと思っとったけどさ、結局見んかったわ。怪盗キッドさんありがとう。お次は、イギータさん。ギータさんありがとう。お次はファルコンさん。うん、ありがとう。どういたしましてんぬ。ファルコンさん、ファルコンさんありがとう。ちっちゃいちっちゃい。次は石田さん。一緒。石田さんありがとう。お次は秀樹さん2枚ありがとうございます。秀樹さん、お、前髪を切ってさらにパワーアップして可愛い。嬉しい。ひめきさんありがとう。前髪って結構印象変わりますよね。数センチしか切らなくても結構変わる。お次はひでみちゃん。ひでみちゃんさん、ひでみちゃんありがとう。うん、
来週お誕生日早めのお誕生日です。うん。お誕生日、お誕生日おめでとう。うん。うん、お次はひでぶんさん。ひでぶんさん、ありがとう。うん、次はディープコンパクトさん。ディープコンパクトさん、ありがとう。うん、1ページ目が終わりました。お次は、ひろちゃん、ひろちゃんさん、ひろちゃん、ありがとう。次はじんじんさん。じんじんさん、ありがとう。お次は満天フルルさん。満天フルルさん、ありがとう。いい。お次は、ともひろさん。ともひろさん、ありがとう。うん、お話し会で先週学校で笑顔を給食時間に流したことを伝え忘れた。うん、嬉しい。先生ならでは、ありがとうございます。次は西尾さん、5枚ありがとうございます。そのことなのか、なくなのに。ありがとうございます。カホにします。ドス京都弁ありがとうございます。ドスあ、大きいに、大きいに違うか。ありがとう。西尾さん、京都弁でさ、あ、うん、ありがとうございます。ありがとうって何？西尾さん、5枚ありがとう。いやー、ありがとうございます。あ、大きにか、大きに、そっかそっか。お次は、カジュピンさん、3枚ありがとうございます。カジュピンさん、チュ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 。カジピンさん、ありがとう。カジピンさん、3枚ありがとう。あ、こんばんは、ありがとう。こちらこそ、ありがとうございます。
いや次はケンさん。ケンさんありがとう。二人でやるお話しかいけない。待ってます。お次はカネリンアットマークチロルさん。カネリンさんありがとう。お次は、おいでませ元気さん。おいでます元気さんありがとう。地方の推しを誇りに思います。やる大阪、嬉しい。味方超楽しみ、ありがとう。次は、オラフティさん5枚ありがとうございます。ありがとうございます。オラフティさん5枚ありがとう。お次は、カズさん。カズさんありがとう。お次はケンちゃんさん。ケンちゃん、ケンちゃんありがとう。好きだ好きだ。お次は藤原雅之さん。藤原さんありがとうございます。お次はマイティインクさん2枚ありがとう。毎度ありがとうございます。うん、こちらこそありがとうございます。よし、次はまきちゃん。まきちゃんさん、まき
ありがとうね。お次は、山本たけしアットマーク横浜たけしさん。山本たけし、ありがとう。あ、はい、たけし、さっきのツイッターでサイン大事です。ありがとう。また待ってます。お次はマーチンさん。マーチンさん、ありがとう。お次は下吉さん。下吉さん、ありがとう。かわいい。お次はガンスくん。ガンスくんさん、ガンスくん、ありがとう。次はマサタッカーさん。マサタッカーさん、ありがとう。お次は、マスリンリンさん。マスリンリンさん、ありがとう。お次は樋口さん。樋口さん、ありがとうございます。うん、一昨日が誕生日だったので嬉しい記念にします。おめでとう、嬉しい。おもさん、ありがとう。お話し会もありがとうございます。ねえ、こちらこそありがとうございました。楽しかった。お次はちほだむさん、3枚。ありがとう。千穂玉さん、3枚ありがとう。お次は印南さん、2枚ありがとうございます。インナミさん、2枚ありがとう。お次はたけしさん。たけしさん、ありがとう。さあ、ありがとう。大阪でやる、よろしく。おお、よろしく。ライカーもありがとう。昨日は黒で今日は白。そうなんですよ。なんか考えてなかったんだけど、そうなってた。この服のポイントはここがちょっと空いてる。おしゃデザイン。お次は奈良ちゃん。
奈良ちゃんありがとう。あ、そうだ、今日の配信の裏目標はこの水を飲み切ることなので飲みます。うん、次まして、ゆかみんさん、ゆかみんさんありがとう。お次は朝岡ひろしさん、朝岡ひろしさんありがとう。ちょうちゃんがおしゃれになっていってるしね。ありがとうよ。お次はちゃんにーさん、ちゃんにーちゃんにーさんありがとう。はい、ちょうちゃんありがとう、ありがとう。シナモン、お次は西さん、西さんありがとう。ライブの時はちゃんとストローで後ろ向いてたまあね、ライブはねもうがっつりアイドルですけど、おしゃれはね水はガブガブ飲むものですから。お次は、ベッキンさん、ベッキーさんありがとう。お次はイタロウさん、イタロウさんありがとう。部屋の地方のコーナーがどんどん充実していく、嬉しい。地方のまみれにしてください。お次は石川さん、石川さんありがとう。お次はピロリンさん、ピロリンさんありがとう。お次はジュンさん2枚ありがとう。ジュンさん2枚ありがとう。うん、2日間ありがとう。これからも一回一回ジュンちゃんと話す機会大切にするね。こんな顔持ち、ありがとう、嬉しい。私もみんなとの時間大切にします。お次は佐藤さん、佐藤さんありがとう。今日も可愛くて前髪焼き焼きでした、嬉しい。瀬戸内しか勝たんね。ありがとう。お次はグラサンケイさん2枚ありがとうございます。
急にマスク持ってないのかも。いえいえ、ありがとうございました。来てくれることが嬉しい。ゆらさん、けいさん2枚、ありがとう。お次はよっこさん、ありがとう。よっこさん、ありがとうね。はい、ちょうちゃんさん、ありがとう。うん、ありがとう。続きまして、かつやさん、かつやさん、かつやさん、ありがとう。次は S ゆういちろうさん、S ゆういちろうさん、ありがとう。お次はてるさん2枚、ありがとう。うん、ちょうちゃん、そう、ありがとう。渋谷のコンサートも楽しみにしてるよね。え、超楽しみ。ツアー最高の夏になりそうですね。早くね、行く場所知りたい。なんか16人だからどこ行くかよく分かんなくって。てるさん2枚、ありがとう。ね、皆さんもね、なんかさ、東日本の方は平日のことが多いから休み申請とかね、ありますよね。早く分かった方がいいよね。次は竹内さん、竹内さん、ありがとう。次はヤオトンさん、ヤオトンさん、ありがとう。うん、はい、ありがとう。6月4日花で楽しみ、うん、楽しみ。花田で行くよって人が多くて嬉しかった。では次は滝沢さん、今気づいたけど滝沢さんの名字、ん、漢字って両方ともさんずいだ、珍しいね。滝沢さん、ありがとう。お次はおたまんぬさん、おたまんぬさん、ありがとう。次は栃木のすーさん、次のスーさん、ありがとう。あ、おたまんじ、うん、さっきお話し会ありがとう、信頼会回復しました。スー、スーありがとう。次は白メガネのトミーさん4枚、ありがとう。
イチューさんが大好きありがとう。ありがとう。白眼鏡の脳が変なくなっちゃった。白眼鏡のトミーさん、白眼鏡のトミーさん4枚ありがとう。次はトリさん。トリさんありがとう。背中を大事に。ありがとうございます。あったかいし。お次はトールさん。トールさんありがとう。次はたたみちさん。たたみちさんありがとう。今日画面見えたかと、半分見えたかと、音声出しました。ありがとうね。わーラジオ。次はトクリンさん。トクリンさん。トクリンさん、ありがとう。なんか落とした。いや、あのさ、机のこれ机の下にあるこれにね、定期的に見つかっちゃう。お次はゆういち81さん。ゆういち81さん、ありがとう。お次はうくのすんさん。マスンさんありがとう。一旦お水を飲もうかしら。ラスト一口。次はウッシーさん。ウッシーさんありがとう。やっと始めましたね、念願の。同じ司会では誕生日を見ててくれてありがとう。笑顔に癒される、嬉しい。ありがとうね。次はバードさん。バードさん、ありがとう。いい。次はグッチ博多さん。わあ間違えた。博多の墓の字を、なんか博多の墓と田を混ぜた感じ作っちゃった、バカ。
グッチさん、ありがとう。次はスフィンクスさん。境目に立たされた時に生きる。スフィンクスさん、ありがとう。お次は、陽一さん。陽一さん4枚ありがとうございます。3枚書き損じしてる。陽一さん4枚ありがとう。ありがとう、楽しかったよね。嬉しい、楽しかった。みちゃんこ楽しかったです。ありがとうね。ありがとうございます。さっきさ、私さ、博多の墓の字間違えたわって言って書き直したじゃん。まだ間違えとったわ。墓がさ、十じゃないですか、こっち側が。でも、こで書いてた。でも一回陽一さん書くわ。もう、バカ丸だし。陽一さん4枚ありがとう。4枚ありがとうね。悔しい、3度目の正直。グッチさん、よし、これで完璧。ありがとう。そして本日のラスボスクッパは岡ちゃんです。イエーイ、ありがとう。4枚岡ちゃんありがとうございます。書いていきますね。おかちゃん4枚ありがとう。ありがとうございました。ということで終了いたしました。またストーリーに載せようと思うので書きます。何書こうかな。背中が痛かったので背中の絵を描こうかな。
難易度。できました。ちょっと上手いんじゃない、これ。わかる、後ろ姿。ありがとうございます。これストーリー載せます。ということで皆様、本日はお話し会とサイン会とツーショット会とたくさんありがとうございました。イイ。じゃあランキングを読みます。20位コバタンさん、19位クモノーさん、18位 M2BO さん、17位円楽さん、16位ちほんぬまるさん、15位たかぼんさん、14位ふうまいさん、13位ちのらこさん、12位バンブーホースさん、11位ちーぬんさん、10位宮川和幸さん、9位エイピョンさん、8位ガンスくんさん、7位クリプトンさん、ラッキーセブン、6位おいでます元気さん、5位パニーさん、4位セクシーダニエルさん、3位西さん、スイスイ、2位ロッサさん、ツーツー、そしてそして第1位はぴょん、ガチャピンさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イイ、ありがとう。ということで2日間本当に皆様ありがとうございました。最後スクショタイムして終わろう。てんこ盛り、皆さんありがとうございました。2日間めちゃくちゃ楽しかったし、いっぱい笑ったし、背中は変わらずって感じそう、楽しかったです。ありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ、ありがとうございました。